お疲れ様ですいと申します。新馬戦の予想の方ですね、7月の2周目をやっていこうかなというふうに思います。はい、基本的にですね単勝もしくは複勝を想定しておりまして、各レースですね、1頭ずつ上げていくというふうな形になっております。はい、1つ目が、えー、7月20日ですね、土曜日の福島5レース、千葉1008、二重丸が。 ルルシフェルになっておりますこちら父、ハーツクライ、母、アルワリングスター、旧車が斎藤厩車の馬ですね。最終追いでですね、まあかなり動けていたというふうな印象を持っていまして、まあハーツクサンクですが、まあ晩成寄りのイメージをですね、まあ私は持ってるんですが、まあこのメンバーならですね、勝ち上がれるんじゃないかなというふうに思っております。はい、えー、次がですね、同じ日の福島6レース、えー、芝1200メートルの ウィン・アリスになります。父がですね、サンダースノーで、母がマリア・ベロニカになっております。厩舎が上原厩舎ですね。えー、こちらですね、お父さんのサンダースノーがですね、えっと、あまり、えー、新種望場でですね、あまりまだデビューしていないんですが、2頭デビューしておりましてですね、1頭はですね、新馬戦で連隊の方をしておりますので、まあ非常に芝望場としてもですね、まあ最先のいいスタートを切ってるんじゃないかなというふうに思っております。 ウィンアリスなんですが、おそらくですね、そこまで人気はしないのかなというふうに思います。ので、まあ、あまり人気するようでしたら、ここは控えた方がいいのかなというふうに思ってるんですが、えっと、ある程度人気しない前提だと非常に妙味があって面白い馬だなというふうに思います。状況ですね、姉妹のニハロンがですね、まあ非常にいいタイム出ておりまして、まあ1200メートルというところでですね、スピード勝負になったら非常に正気ですね。まあ、もしくはまあ、化ないと。 いうところで非常に構想を期待できるんじゃないかなというふうに考えております。はい、次は土曜日の中京5レース。えー、芝戦4のピストンボーイになります、えー。父がイスラボニータで、母がエルフィンコ部ブ、厩舎が池添厩舎になっております。 はい、一週間前追いですね。一週前追いがしっかりと動けていて、まあ非常にいい内容だったなというふうに思っております。えー、おそらく一番人気なのですかね。まあ人気すると思うんですが、まあ、このメンバーならですね、勝ち抜けるんじゃないかなというふうに考えております。はい。同じ日のですね、函館5レース芝線にの二重丸ピコさんになります、えー。父がモーリスで、母がシーズジャンプ、えー、旧車が上原旧車ですね。 こちらも6番人気あたりで、おそらく、まあ予想つなんですけど、人気しないのかなというふうに思っております。えー、暗がですね、今非常に勢いのある佐々木ジョッキーというところでですね、まあ非常に面白いというところとですね、まあ上位勢と比べてですね、大きく見劣りするような気はしない。 なというふうに思いますので、えー、まあ予想通りですね、人気しないのであれば、この馬のですね、副賞単賞をですね、まあ、持っておくのはまあ結構面白いんじゃないかなというところで、こちら本命にさせていただきました。はい、えー、こちらからですね、えー、と日曜日のレースの方になってまいります。えー、福島5レースですね、えー、芝2000メートルなんですが、こちらライジングアローを本命にしようかなと。 いうふうに思います。父がスワーブリチャード。母がクイックリトルミス。旧車が湘南旧車になっております。まあ、最終大棋のですね、ラストにハロンが11秒7、11秒6というふうにまとまっておりまして、メンバーの中ではですね、まあ結構いい感じの状況ができていたんじゃないかなというふうに思います。ので、まあ、この馬本命というところで、おそらく一番人気になるのかなというふうに思いますので、副賞ではなく単賞なのかなと。 思います。はい、次は、えー、7月9日ですね、福島6レース、芝1200メ、えートルのガラクシアになります。えー、父がディープブリランテで、母がハーランズルビー、旧車が最東旧車になります。こちらですね、モズベッロの全米、えー、になります。ので、えー、っと、そうですね、まあ、そういうところで、まあ、モズベッ と兄弟というところで人気するようであればまあ、そこまで買いたくはないんですがまあ、現状予想を積みるとですね2番人気でまあ、そのぐらいなら全然買えるかなと思っております長距離の方はですね小刃の2章クラス相手にですねまなりで先着していると いうところでですね、まあ仕上がり能力ともに非常に良い,い水準にあるんじゃないかなというふうに思っております。で、このメンバーならですね、十分勝負になると思いますので、まあ単勝度の2番人気5倍程度であればですね、十分勝っていい馬なのかなというふうに思っております。はい、えー、7月9日の中距離レース芝2000メートルですね。えー こちら、えーまあ、非常に迷ったんですが、二重丸はラケダイモーンとさせていただきます。えー、父がレイデオーロで母がラルケット、厩舎がスガイ厩舎になりますね、えー。こちらのレースなんですけど、えーっと、ラケダイモーン、ルマイシングあたりですね。まあ、こちらが非常に POG でも人気している馬でですね、まあ、元から名前がよく出てくるような馬だったのかなというふうに思います。 僕がですね、POG でラケダイモンを指名しているので、まあそういうところで、まあ非決め的な感じで、まあ本命になったというようなところもあるんですが、まあ、状況ですね。状況の内容はですね、まあ非常にいいのかなというふうに思いますので、チャンスは十分にあると思います。えー、気になる点がですね、レイデオロ3区がまだ一党も勝ち上がっていないというところでですね、まあいよいよレイデオロの本命が出てきたのかなと。 というふうに思いますので、まあ初勝利ですね。この馬で飾ることができれば非常にいいのかなというふうに思います。はい。で、現状ですね、予想オッズの方を見るとですね、えー、ミカエル・パシャですね。こちらの馬ですね、非常に、えー、一周前ですかね。えっ、ー、と、先週の木曜日の追い切りがですね、非常に内容が良くてですね、まあ急にすごい注目か、注目度が上がったのかなというふうに思っている馬なんですが、この馬4番人気か5番人気で7倍前後、 になっていたので、まあ、それぐらいのオッズであればですね、ミカエル・パッシャの方がですね、妙味あるのかなというふうに思うので、このレースは結構、ラケダイモーンも人気すると思うので、オッズ次第かなというふうに思いますが、一応現状の本命はラケダイモーンにさせていただきます。 で、えっ、ー、と、もう一頭人気しているところで言うと、えー、ドゥマイシングなんですが、ドゥマイシングはですね、もともと宝塚記念の方の新馬線にですね、出走する予定であったというところでですね、まあ、ゲート試験なんかでですね、ごちゃついたりしてですね、まあ、先延ばしになったというふうなところでですね、まあ、ちょっと調整過程が心配かなというふうに思いますので、まあ、今回はですね、停止というふうにさせていただきたいなというふうに思います。 はい。次は、えっ、ー、と、同じ日のですね、中距離6レースの芝戦6のウィン・ディオーネになります、えー。父がシルバーステートで、母がウィン・アルテミスですね。旧舎が長谷川旧舎になっております。えー、この新番線ですね、非常に混戦模様かなというふうに思います。 そうですね。予想図を見てましても、非常にですね、まあ、横一列というところでですね、まあ、わかりづらいんですが、まあ、調教でですね、姉妹きっちり足を使えていたので、まあ、この馬、本戦の中ではですね、まあ、抜け出してくるような力はあるんじゃないかなというふうに思いますので、こちら本命にさせていただきました。 はい。最後ですね。えー、函館5レースの芝戦8えー、レガレイラですね。父がスワーブリチャードで、母がロカ、えー、厩舎が木村厩舎になります。えー、こちらですね。安城がルメール騎手となっておりますね。えー、裏開催ですね。えー、この日ですね、重症がですね、2つあるんですが、えー、それぞれですね、えー、福島で、えー、七夕賞と、中京でプロキオンステークスがあると、 いう風になっているんですが、ルメール騎士がですね、まあこちらの方に乗りに来るというところでですね、まあ非常に陣営としても気合が入っているのかなという風に思います。ちょうどですね、セレクトセールの直前ということもありまして、新種ボバのですね、スワーブリチャードの3区というところでですね、まあここで非常に活躍させたいだろうと。 いうような思惑があると思いますし、まあ、木村厩舎ですよね。ノーザンファームのですね、まあ、いい馬はですね、基本的に関東ですと、この厩舎に集まっているのかなというところで、えー、とスワブリチャードのですね、まあ、大本命を、ここの函館のですね、まあ、5レースにぶつけてきたんじゃないかなというふうに私は考えておりますので、ここはかなり勝負気配が高いのかなと思っているので、この馬から買うのが一番いいのかなというふうに思っております。 はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。他にもですね、いろいろ動画上げていますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。